というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。まあ、なんかわかんないけどさ、はい、すぐ翼くん最近テンション下がるじゃない。そりゃね、これ何が下がるかと僕思ったんだけど、はい、まあ、翼くんほらバカで有名じゃないですか。らしいね。で、まあもうバカを自分でも自覚してやってきてんだけど、うん、はい、水曜日になった瞬間にバカを忘れちゃうんですね。忘れちゃう、そうだね。ああ、そっから月曜日まで忘れて、改めて火曜日に来てまたバカ言われるもんだから、いろいろまたへこんじゃうのね。ということなんでしょうかね。まあ紐解くと実はそうかもしれない。なんかそういう風に思ってってしょうがないよね。なるほど、はい。なんかもう日ごとにイライラしてきちゃってさ、うん、翼くんまた今日も、うん、ご飯を食べて、うん、具合悪くなって。そりゃさ、なんで銭出して食わしてやって毎回具合悪くなり、今日は新宿のロフトにドラクエウォークの、まあ、コラボをやってるから見に行こうと言ってエレベーターを押したら、エレベーターが来るのも我慢できずに慌ててトイレに行くって、なんなのこの集大は。もう痛かった、お腹が。もう本当に痛かった。もうなんかもう、なんつう、七に赴くぐらいの顔して、なんか。いや、しかも、急ぐこともできずに、そーっと歩いてったのね。いや、もうね、走る元気もなかったね。あれは何？あのままエレベーター入れられたら、出ちゃう可能性があったわけ？いや、わかんなかった。ただ、もう、あ、相当長いなと思って。別に我慢できないことはなかったんだろうけど、うん、まあ多分、普通に行った方が早いだろうなと思って。出たんですか？いや、なんかね、吐いた。もうなんかおかしいんだよ、もうなんか、はい、もしかしたら死ぬんじゃないの。いや、あのね、本当に調子はずっと悪いです。もう死ぬのかもしれない。うん、なんか無理はめっちゃしてる。もうなんだかわかんないけどね、はい、それは翼くんがアホだから自分で精神的に参っちゃってるもあるから、うん、まあもういろいろあるかもしれないね。うん、あれなのかもしれない。非常に体調が悪いです現在。それとですね、はい、あのやっぱり1週間ほらバカをやらかしてくるとさ、はい、あの一発目タクトの一発目はね、うん、言いたいことがいっぱいあるんですよ。ああ、はい、なぜかというと昨日キン肉マン先に出してるもんで、ああそうですね、分けることができてないのね。分ける、はい、まあ、翼くん月曜日ですよ、はい、謎の動画を出しましたね。ああ謎の、はい、あ、僕はもう何も伝えられてない、うん、お、なんか新コンテンツだと、うん、翼チャンネルの主が、はい、とうとう新コンテンツを出してきた、うん、お、なんだこのサムネは。あ、これ多分なんか怖い話をするのかな、うん、みたいな、ちょっとそういう感じでしたよ、ね、で翼くんはあのスタジオを移転して、うん、あ、もうこれでやりやすくなったと、はい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 、かつてのように横から壁パンされることもなく、マジでない、うん、だからもうちょっと満を持して出してきた、うん、で僕は再生しましたよ。はっていう感じだったんですよ。うーん、はっていうね。2回か。うん、あれ何だったんですか。改めてここで説明した方が、説明した方がいいのかな。あの本当にみんなモヤモヤしたと思うし、いや、まあ実際モヤモヤ済んだとは分かりました。中には、はい、翼くんだからね、まあ、これで多分面白いと思ったのかなとかさ、うん、だからなんか一応ここで言い訳の場をね、うん、持たせてあげるんで、うん、パパスに関しては9分返せ言ってましたからね。時間を返せでね、はいはいはい、言ってあげてください。まあ、もともと、これはそういうのを全部説明するやつですか？はい、そうそうそう。ああ、なるほど。あれは、まあ、僕は、あの、まあ、スパムじゃないですか。うん、あの LINE って、うん。僕宛にマジの連絡来てるわけないから、つって。だから僕は、あの、真面目に取り組んでやってたけど、うん、いや、スパムヤンキーから始まる予定だったんですよ。うん、まあ、それを自分で突っ込むと、もうわけわかんなくなるから、うん、あそこの存在してる僕は、うん、あくまでこれをマジで信じる人ですよ、と。うん、ただ見てる人からしたら、これスパムなんだからさ、そんな真剣にいけるしゃあないじゃんから、うん、始まるかと思ってたんですね。うん、ただ思いのほかみんな信用されちゃって、うん、あ、本当になんかこの人のためにってなってんだな、みたいな。信用されたは違うと僕は思うんですよ。まあ、どっちかわかんないよね。で、なんなんっていう、うん。まあ、そもそも、まあ、僕ね、これ言葉足らずなんですよ、言葉で言うのね。いや、だからそのこれは多分好みによるんでしょうけど、うん、僕の深夜のなんかバラエティとかあったりするんですけど、うん、もう本当にツッコミなしで淡々とやってるみたいな、うん、もうその状態おかしいじゃんみたいなことあったりするんですけど、うん、なんか普通のバラエティ番組とかだったら、まあ、ディレクターが笑うだとか、うん、で、まあ、あのコントだったらツッコミがいるみたいな、うん、ツッコミがいない世界観とかめちゃめちゃ好きなんですよ、うん、まあそれはそれとして、うん、実際に僕は面白いものできたかどうかともかくとして、うん、そういうのがやりたかったですね、うん、で、あそこでまあ一本の作品みたいなことになると全然良くないんですけど、うん、あそこでスパムって分かってる状態からの、うん、なんかあの なんだっけ高畑八千代さんか、うん、のことをなんか知ってますよみたいなコメントで振りが来てくれたら、うん、あ、さらに次回の動画出せるなとか、うん、あの動画からも何個か作っていって、うん、で今後スパムとかのやつを真面目に取り組むことができりゃいいなと思って、うん、一発目からでした。うん、ってなっちゃうんですね、うん、だから結局何かというと翼くんの完成がもう世間一般では完成じゃなかったんですね。まあ別に未完成も構わないです。まあだからそこはね、だからなんていうの、僕があえて言わせてもらうとからのなんですよ。まあ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 、あれが冒頭でそっからこの後ねって入っていくのが僕は本来の
ネタだと思ってるんですね、うん、まず 何しても、オチがねえし、うん、僕はなんかオチがあるかとまず思ったんですよ。うん、オチがない、うんうん。で、まあ、あんなメールが来て、まあ、それがスパムだっていうのは、もう誰だってわかるわけですよね、うん。こんなのが来ました。で、かけてみましょう。うん。うん、でってなっちゃうんですよ。うん、そこが、だから翼くんにはわからなかったのか、うん、何なのかなんですよね。うん、でも自信作だったんでしょ。いや、だから僕もなんかこれから伸ばしたいなと思えてますが、自分が一番やってて楽しいのはああいうことなんですよ。うん。またそれがおもろくないかおもろいかは違うけど。自分が楽しいではなく、相手に何かが伝わらなきゃいけないですね。うん、でもちろんだけど、スパムメールにガチでそのツッコミを入れている、うん、対応しているというのはわかるんですよ。うん。それでってなっちゃうんですね。うん。ここはどうして作んなかった。だからなんかそこを、まあ、わざと、いいんですよ。翼くんの狙いで、うん、これで終わったらみんなもやっとすんだろうな、こんな進まんねえのっていうネタだったら面白いですよ。うん、じゃないんだよね。だからさっきも言った通り、うん、まあなんか今回はそんな全然ならなかったけど、うん、まあなんか僕が好きなチャンネルとかもありますけど、うん、なんかコメントとそういうノリがあるのが好きなんですよ。うん、もう二人来ないけど。来ないんだからコメント。だからそれが、まあそれ別に一発目の人もいたろうなっていう感じだったけど、うん、まあ一人でもいりゃ、まあだから一人だけガチレスしてくれた人、うん、なんかこれきっとおじさおばさんに対してその送って、そういうコメントは欲しかったのはあるんですよ。うん、でもまあ、いつものウイさんはさ、うん、何これ。そうですね。だからそれはまあしゃあないなっていう気はしますけど、うん、うん、だからそこをもっとじゃあ分かりやすくみたいな風にしていった方がいいのかとかっていうことはいろいろできることはあると思いますけど、うん、ただまあ別に、まあ、僕は楽しく作れそうだなっていう雰囲気はあるんで今後も多分楽しく作れると思う。みんなまたこれ来たかっていう感じになるかもしれない。まあなんかそれをなんとか味に変えていくしかない。だからいいんじゃないの、もうなんか翼のモヤモヤする動画みたいな感じで。まあそこで終わらせたくないんだけど、まあでも僕は今やってて かなりストレスフリーでできるやつなんで、うん、まあどんだけ不評であろうがきっとやるけど。YouTube の場をそれで使っていいのかなっていうのが僕はね。でもさ、YouTube って本来やりたいことする場所なわけでしょ。いやーでもやっぱ今は本当にある程度おしゃべりであれば、なんかその、だからなんつうのかな、僕例えて言うならば、まあ今日、会社に出勤してます、はい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 、子供たち2人が遊んでました、うんうん、1人が転んだんですよ、うん、終わりってぐらい、うん、このぐらいなんですよ、うん、でもでどうしたんその子ってなるでしょ普通。わかんない。それが、もうでも本当に元々の感性は違うと思うんですけど。いや、感性って言ってほしくない。いやいや、わかりますよ、わかりますよ。ただ、僕、本当に。つまらない。じゃあちょっと今、向こうにいる岩村さん、どう思いました？いやいや、まあ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 。じゃあまあ別に、まあまあ、それはね、率直でいいけど別に構いません。どう思いました？そうそう、見てないんじゃない？見てないの。見た。あ、見てんの。あれどう思った？その後、でまあまあね、オチがないってことでしょ。で、相談続けたいじゃん。僕が言いたいのは、はい、それが分かって作ってんならいいんですよ。はいはいはい、はい。でも違うわけでしょ、うん、あれ一本の作品だったんでしょ。いやまあ、その一本で、あれ一本で、いやおもろいねーとならないのはもう分かりますよ。うん、別にオチもないしってのは分かりますから。まあ、唯一言うなら、いや善意ちゃうやろみたいなところがギリですけど、うん、まあそれはまあまあ微妙だとして。うん、で、普通に、まあ、やっぱこの、一人で喋っておもろいことを言えって言われても俺はできないじゃないですか。うん、だったらなんかもうそこに一個のテーマか、自分にとってのキャラを入れないと無理なんですよね。一、うん、人でしかも撮影しなきゃいけないからつって、うん、でまあここに対して普通にこの詐欺メールとかあるときに、うん、突っ込む人とかいるんですよ、うん、普通に他のチャンネルとかでも、うん、いやこれあれやろがいっつって、うん、なわけないやろみたいなのはいるけど、なんかもう全のっかりしてるような人いないから、うん、最終的にはそういきたいのがあったわけなんですよ、うん、でもそれには言葉足らずなんですよね。まあでもそれをなんか全部説明しちゃうと、うん、なんか俺は嫌だなっていうのがあるんですよ、うん、まあこれはもうだから別に今の段階でですよね、うん、はい、ただただいや、ああ、これ、翼くんってこれでいいと思ったんだなぁ。まあね、まあまあ、実際、まあ、それが僕に、うん、世間一般から言える面白くないというものになるっていうのは、うん、じゃあ今日今からプレゼンしてください。はいはいはい。じゃあ今度、新商品が、うん、いつも、例えばじゃあ、このぐらい涼しいんですけど、うん、はいはいはい、ね、今度の、冷房は、はいはいはい、ね、この時間帯でこんな涼しくなるんですよ。うん、どうですか、これ。で、値段は、はい、終わりって。うんうんうん、ね。言わんのかいみたいな。このぐらいなんですよ。いいじゃないですか、言わんかったら。でも、こういう結果になると思ってない僕は翼くんに大問題があると思ってる。いや、まあ、ここまでクレームが入るとは思ってはなかったですけど、それに関しては、ね。だから、本当に、どうですか、この自信作っつって。まあ、変わり映えのないパン持ってきたようなもんなのね。ああ、変わり映えのパンは。僕はこれがいいと思ってるわけですよ。もう、いくらでも売ってるよね、もうね。でも僕、これが好きなんですよ、そうそう、熱量で。それ、なんなんこいつ。世間を知らないのかな。まあ、ただこれだけ。はい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 。もう、その気持ちだけが残って、僕はただただショックを受けたのね。あ、ショックなんだ。こんだけ横で喋ってきてって、はい、こいつは
こんなクオリティなのかと。だから実はもう温め温め。驚いちゃった。3年4年やってきたチャンネルで一番やりたかったのがあれだったっていうことなんですよ。いやもう死んだ方がいいと本当に。これもう最高の死んだ方がいいが出る。一番最高。こんだけ翼くんさ、もうバカみたいに芸人さんとか大好きで、はいはいはい、お笑い大好きなのに。マジ好き。出してきたネタがこれかと。やっぱネタを作る才能はないから。だから台本はやっぱ作れない。いや本当にすさまじく僕はびっくりして。何個かやって当たりきるみたいな。いやこれは本当にね。いやこうやって言ってあげてやっと面白くなるこの翼くんっていうのが、ね。まあ、そこまあ込みになっちゃうなってのはあるかもしれないけど。出した時どんなドヤ顔してたんかなと想像すると。どんなのまずスイッチあの8時公開、ね、オンってやった時の翼くんの顔ってどんなだったあれ。いやまあまあ撮り終わるじゃない編集してこう行くでしょ。まあ結構肘つきながらとかやってるんですよ、うん、カチカチって言って。どんなコメント来るんだろうな。でも結構こんな感じ、うん、もう楽しみやなあのところ入ってる。何これすごかった。 LINE でものすごい文句が来ましたよねスタッフさんからね、うん、いやバカじゃないのかなと本当に思ってすごい。いやだからなんつうのもう翼くんがいつも大やらかしをしてるから、はいはい、はいはいはい、あの動画の後半を入れずに出しちゃったのかと思って。あもうそもそも本当撮ってんのにそのレベルのみたいな。僕だったらあの後いくらでも創作して、はいはいはい、話どんどん作りますからね、はい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 、で実はこの後ね、あの1日置いて連絡が来たんですよ、はい、こっからもう喋りで持っていきますよ、うん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 、なんなんあれと。もうでも僕はまあいろいろ考えましたよ。方向性でもう結局そのあとあってみたいなことありますけど、うん、まあそれが考え、思いつくかどうかは別として、うん、実際にじゃあ後輩やりましょうかって言った時に、うん、僕はその内容を考えることが今できないわけです、うん、結局あるものしかリアクションしかできないから。本当にね、なんだろうな、学校の展覧会とかで結構まあまあみんないいものを作ってんのに一人折り鶴置いたみたいな感じだよね。もう目につくじゃんそれ。いやそうめちゃめちゃ目につくじゃん。そういうんじゃ、何が言ってるんだそれ。そういうんじゃないんだよなとね。いやいやいや、それはだってみんな何でもあのよくありましたね、あの、はいはいはい、ペットボトルを使ってのロボットを作ったり、結構力作になって ねトイレットペーパーの芯を使って、はいはいはい、牛乳パックを使ってあったやったのにハンマーがあって折り鶴めっちゃ目立つじゃん。めっちゃいいじゃん。これでドヤ顔しちゃったぐらい。僕も横に立ってるんですよ。これ先生も、いや違う違う、展覧会するのはそういうじゃん。もう割り箸とかなんかいろいろ、せめて割り箸でゴム巻いてなんかやろうよとかね。鉄砲ってことですか？そうそう。で、僕は折り鶴はもうなんかあるもの使っちゃってるもんね。あるんとかもうその、折り紙使っちゃってるわけですよ。でも折り紙を作ってできたものじゃん。じゃあみんななんかさ、もう箱とか段ボールとか切ってさ、うん、なんかロボット作ってる。ああ、作ってる。一人でガンプラ作ってたの。ああ、誰でもそこ行くよねってなっちゃうね。まあでも好きだからってことでしょ、ね、別にあのなんかこのぐらいのズレが生じちゃってる。あでもまあうんね、その時の本当にね、だからもう翼くんはさ、正直僕のダメ出しラインがゴーン来た時ちょっとびっくりしちゃったでしょ。いやまああのなんかあの面白くねえなって言われるとは思ってた、うん、ただあのいやなんか面白くない以前だったね、まあ、まあそうですけど、そうですけど、なんかあのこれで出せちゃうのすげえなーとか思った本当に。はい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 、まあ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 ね、うんね、だから僕は最初に言いましたけど、これで出したらモヤモヤすんだろうなぁ、出しだったらよかったわけですよ。これはもう高級的にそうじゃないのね、まあ、ロングランを僕は予定してますよ、うん、これはショートなんじゃない、まあ、いいですよ、ああつまらない翼くんが精一杯作った作品として今後このモヤモヤを次めっちゃ面白いに変える作品を今週中に出すと、これでいいです。その面白いっていうのを確実にされるとだからいいんですよ。翼くんがやりたいことがあれだったから、はい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 、あれでみんながああまあまあ翼くんじゃ面白かったよって思うものを作りましょう。それは面白いものを作んなきゃいけない。だって面白くないものだったら何でもいいですよ。翼くんって鼻歌歌っても動画出したらいいじゃん。でもそんなもんないですか。でもそれでいいってことだから、ね、いやでも僕も本当だってあのオカリナさんってわかります？ちょっとこれガチゲームあれですけど、うん、あのおかずクラブのね、うん、あの人がご飯食べてるだけの動画がめちゃめちゃ伸びてる。それはビジュアルが面白いからですよ。まあとかなんかいろいろあると思うんですけど、うん、別にいやまあそれは面白いかどうか、なんかわかんないけど普通の人がさ、普通の目離れがさそれも普通じゃねえ。何をやってたところでさ、普通じゃねえよそれは。もうだから本当にこれは今僕はこれ救いの動画を出してあげて、いやいやまあまあこれはもちろんそう、別にあれで、あれでやったった一本取ったったの顔をちょっと一回見せて。あ、一本取った。もう一回見たいの。まあじゃあまあどうもありがとうございました。つってカメラ止めた時ね。いや、なんかめっちゃいいな。新作と思ったでしょ。もう翼単独の新作だったわけでしょ。もうここからやな。みんなの頭をモヤモヤーっとさしたのね、あれね。なんかあの雲がみんなの中にかかって。本当に。何がしたいねみたいな。あれはもう本当に眠気まなこ、ね、寝起きも一気に吹き飛ぶぐらいのものが。素晴らしい目覚まし。何これ。何これってのは。ぜひ寝起きに見てください。全員がそう思った。
素晴らしいんだよ、そしたら。本当に。ビカキンさん優しいからさ、あの、電話する勇気がすごいみたいな、ちょっと褒め言葉になってたけど。それもさ、そう、だから、もう他に何もなかったんだなって。めちゃめちゃ思ったから。いつもみたいにディスるのは、まあ、つばさくん一生懸命一人で作ったしなと。そう、だから、ね、親心みたいな。それもね、ちょっとね、やっぱあの、僕がやるとそうなんだっていうのも、うん、なんかあれだったら、いや、結局何なんだよとかって言われるってあれじゃないですか。うん、でもなんかちょっと、まあ、だからいいっすよ。もう、だから結果的に言うと、もうそろそろ締めるけども、つばさくんの精一杯って、はい、あんなもんだよ。あれが面白いと。もう僕は受けると思って、マジ好きだからまだやり続けますよ、これは。申し訳ないけど、だからそれには僕が言った、せめて僕がね、痒くならないものにしてもらいたい。何にしても作品にはオチが必要なの。いや、オチねー。これはもう企画の段階で通らないからね、あれ。そもそもまずテレビの世界だよ。これ YouTube なんだから、あれ通らない。これ YouTube なんだったら、バカみたいに翼くん大食いして具合悪くなったのが全然面白いんだから、ね、でもそれも全く伸びないわけだよ。だって結局同じやで、再生数が、うん、だからもう何にしてもあれの10分とさ、あの大食いと違うんだから、ね、翼くんの1週間の世紀のバカ話から、うん、はいはいはい、翼くんのバカから考えると、はい、あれが精一杯というね。僕はだからちょっと一番面白いなと思ったのは、もう1週間1回ここに来るのをお休みして、うん、1週間翼くんに動画を出し続けるっていう週もちょっとね、作ってみようかな。僕はちょっとお盆休みを取らせてもらおうかなとかちょっと思って。ちょっと早いけどね。あんまこんなもんか、そろそろか。でもまあそういうのも考えつつ、はいはいはい、これは冒頭のつもりだったけど、うん、そうですね。タクトこれからタクトの話するんだけど、それはじゃあ次ということで。あ、じゃあ次回、じゃあ今回これで、はい、どうも、あざした。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよ、な、な、チャンネル登録してくれよ、な、な。